はいどうも、赤星瀬尾赤星マシマシ TV、はい、今回もね、お二人でしますけども、はい、ラーメン松信松信志村坂上に、はい、できたお店なんですよ。あずさの方にそうなんです。ね、志村坂上から、1分以内に来まして、うん、2月1日になんとほやほやだできたばっかり、今月です、はい。で、こちらどんなお店かというとですね、はい、千葉県の佐倉市と八千代市に実はお店があって、うん、都内にね、うん、初めて進出したんですね。千葉県ではちょっと結構有名らしいです、内陸の方では。はい、僕はどっちも見本物です、うん、はい、ということでリロイはおそらく行ってますこれ。千葉支店の、千葉の方です。赤星マシマシ TV 千葉支店千葉支店の、ということで基本メニュー見てください、はい、ラーメンとチャーシュー麺しかないという、うん、で、盛りの量が細かく分かれてて、うん、普通盛り以下は全部まあ一応同じ料金ということです。あー、なるほど。はい、いろいろ変えられて、で野菜だけ本日100円で有料ですね、うん、で今回はもちろん最大サイズのですねチャーシュー麺を大盛りの、大盛りで、まあ、野菜増し券も買ってるという。なるほど。どんめんくるかというとこちらです。おお、チャーシュー麺大盛り、なかなか野菜増しで、一応全部、増し増しというコールに、なるほど、してます、はいはいはい、ね、ストーリーで昨日あげた、うん、感じです。あ、そうなんですね。ショーツで、はい、はいはいはい、デフォルト豚これおそらく2枚なんですね、うん、でチャーシュー麺だと6枚ということで、ありがたい、ありがたいです、うん、僕が行った瞬間では、うん、インスタグラムまだ僕の他に2枚しか上がってる人いなくて、ちょっとデフォルトが分かんない、みんなチャーシュー麺頼んでました、はい、で油がこれね雪化粧みたいにいっぱいかかってね、見た目がまあいいですね。確かに全体に食券機もねクリスマスカラーでしたから、あ、なるほどね、はい、雪まだ2月なんで、はい、はい、で野菜増しはね有料なんですけども、うん、もちろん買わなくてもデフォルトで野菜は入るので、うん、そこはいい量が来ますよと思いますね。さあ食べていきましょう。ゼロリ回してゼロリした、下舐めずりしてます。もうね細かい油がいっぱいついてるんで、うん、まあ、巻き豚ということでバラ肉ですが、うん、結構なブリンブリンとした食感のブリンブリン豚です。これはラッパー豚ね、ブリンブリンブリン、まあ、噛むたびにね、うん、豚の旨味溢れてくる、ので、うん、まあ、油をよく噛むことになるので、うん、パワー豚になりますね、はいはいはい、はい、白胡椒かけますよ。あら、ね、またさらに雪を使って、いやこれいいっすね。いつもは黒胡椒だけども、うん、今回は白雪ですね、まあ、黒雪なんてないんですけども、黒雪、ね、野菜からいきましょうね、これクタ野菜ですね、久々クタ野菜、あ、前回はサクサク野菜でした、うんうん、またね、うん、あの野菜がね、うん、油でコーティングされてるとね、うん、うまいですね、ええ、本当に。これあの見た目的にはね、はい、やっぱり二郎がね、うん、そういうお野菜なんですよやっぱり。ああ、なるほど。ちょっとインスパイア系で、あの、うん、野菜がね油まとってないお店も結構あるんだけども、うん、ね、そう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 、まとってるとやっぱちょっと二郎っぽいなと思っちゃうね。本家二郎に近いと。そう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 。で来ました麺ね、うん、先ほども申し上げました通り、うん、大盛り350だけちょっと高くて、うん、通常と少なめと半分は全部同じ料金でいけますよ。なるほどなるほど、ね、ええ。そして片面でもない、うん、ベロ面でもない、うん、バランス面です。なるほどね、はい、ちょうどいいですね。ボランチ面ボランチ面ですね、中盤のはい、まあ、どっちかというと細め、うん、でわしわし感よりもですね、うん、こうすすった時のこう喉越しというか、うんうん、口当たりが良い、面ではないかと。なるほど。いうのが印象的でしたね。大盛りをね、もりもり食えちゃう。あ、お、そこなんです。よいしょ。はい。あ、そしてレンゲがちょっとないので、なるほど、箸でね、こうやっていきまして、さあここで、ん？何ですか？ニンニクサンドイッチが来ましたね。ニンニクサンドイッチ、はてはて。これは初です。はてさて。初のニンニクサンドイッチが来ました。これニンニクシャワー超えちゃうんじゃないかなという。要は麺で挟んだってことですか？あ、そうっすそうっす。それがニンニクサンドイッチ。これニンニクサンドイッチです。はい。うん。はてさて。初めての試み。やっぱちょっと冒険してみたい方は。初めてなのこれ。これやったの初めてです。あ、そう。はい。ということでね、ちょっとこぼしてんじゃん。ちょっと気になりますか。ごめんなさい。ましたね、ニンニクがね、乳化系のスープだと思います。うん、はい。やっぱね、麺がいい角度で取れちゃったね。今ね。はい。画角の話だった、ね。画角の話でした、うん。はい。まあスープちょっとすみません、レンゲないんでこうやって飲んじゃいます。やっぱ強い乳化系だとね、うん、やっぱこれぞまた二郎なんじゃないかというね、ね、近いスープなんじゃないかと思いますね。上質なスープからね引き上げるの本当にうまかったですこれ、シンプルにストレートにうまかったですね。なんか確かに王道って感じがすごいですね。そう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 、めっちゃんこ美味しいので、うん、これめっちゃんこじっくり見てほしいんです。今回はじゃあじっくり見ます。じっくり見ますよ。ちょっと黙っちゃいましょう。おっ、
力しないの空気で冷まして食べる。ということでしたね。なるほどね。いや、しっかりと味わった後に、ちょっと味変をしてね、食べていく。そうね、まあ、必要最低限の味変でもうずっとうまいというやつ、ね、なんかまあそんな感じが ね、伝わりますね。なんかストロングスタイルと言えばいいのかな。あ、まさにまさに、ね、まさに、ということで、もうおっさんですよ、ですね。いや、はいはいはい、美味しいってこういうことなのかな。お店いいですね。マシマシレベルとか関係ない。美味しい、もうこんなんミーと別に、そうそうそう、そういうことじゃないと、そういうことじゃないの。ぜひ行ってほしい。もうオープンしたばっかですけどね。そう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 。私ね、手を洗う場所のすぐ横に座ったんだけども、一番でもそこはいい席だなと思って。いい席。あのティッシュとか置いてないんで、ちょっと油汚れたなと思ったらすぐ手洗えるっていう、ね、メリットもあるね。あ、入って右の席、まあ、カウンターのみと。カウンターのみです、ね。あ、なるほど。で、奥の方に給水器とかあるんで、ちょっとあの座る前に行ってもいいのかなという感じですね。もたもたしちゃうかもしれないから。そうそうそう。あとは、はい、赤崎さんどこ行ったのかなっていうね。まあね。失踪中ですから。失踪中なんでね、またこれ2人ですけど、別に心配することないんで、はい、よくあることなんで生きてはいるんだよね、はい、よくあることなんで、はい、まあ、ライブにも出るみたいですし、はい、別に、はい、連絡もしないですし、そうっすね、よくあることなんで。家賃の日までに、まあ、はい、帰っていただければ全然大丈夫です、はい、ね、僕が力の指針です。指針ですね、これ指針です。という情報もありつつ、松延さんでございます。いや、すごい行きたいですね。あ、行きたいですね。坂下の方ですか、これ。あ、志村も坂上ということで。坂上の方か。あの、私が前に住んでたマンションからも見えるという。知らんな。はい。どれだろうなと思いながら行ってください。じゃあ、ひょっこりはんも住んでたという。まあ、そういうことになりますね。一緒に住んでたんでね。はい。という、はい、松延さんで。松延さん。ございます。大変ごちそうさまでした。大変ごちそうさまでした。ありがとうございました。Thank you.